皆さんこんにちは。京都府のプレイズレポーター、京都中央チャペルの藤林エリサです。よろしくお願いします。今回は10月3日に行いましたラクト祭りについてレポートしたいと思います。まずラクト祭りは10月3日土曜日の夕方に京都の中心地にある新風館という商業施設の中庭ホールで行いました。2011年の東北大震災をきっかけとして、復興支援を目的にゴスペルを通してこの京都から元気を発信していこうという趣旨のイベントです。今年からは東北支援に加えてフィリピンの洪水やネパールの震災による被災地支援も行っています。語り部さんとして東北ヘルプ事務局長の川上直也先生、日本国際飢餓対策機構スタッフの吉田智樹さん、大阪シオン協会バルナバプロジェクトリーダーの足立良平さんをお呼びし、それぞれの支援の具体的な現状や必要をお話ししてくださいました。また10を超えるゴスペル関係の方々や団体が出演してくださり、イベントを盛り上げてくださいました。各教会のゴスペルクワイアをはじめ、一般のゴスペルサークルやもちろんユニットや個人での演奏、フラダンスやトロンボーンでの出演もありました。今回の目玉として皆さんご存知でしょうか。かつて島田紳助がプロデュースした新選組リアンというアイドルグループのリーダー関吉也くんが、今兄弟で組んでいるユニットの EYS というグループが出てくれています。彼は京都グレースバイブルチャーチ主任牧師の関先生の息子で、今回はラクト祭り実行委員としても協力してくれました。また東北支援の一環でハートニットプロジェクトの方々がブースを出してくださり、可愛いニット製品が非常に好評でした。こういったさまざまな形でゴスペルを通して会場が一体となり、さらに多くの方々と支援の輪を広げるとともに、神様の素晴らしさを共有できたことが本当に感謝です。出演者の方々にとってもラクト祭りはコミュニティを広げるきっかけにもなりますし、また何よりそこでのゴスペルを通して聞く人に大きな感動や励ましを与えられたことを確信しています。ラクト祭りの一番いいところは、クリスチャンに限らずノンクリスチャンの人々にも開かれたイベントであるところだと思っています。より多くの人々に、より幅広くゴスペルを、福音を伝えていきたいと願っています。そしてさらには、そこから本当に神様を信じて救われる魂が次々と生み出されていくことを祈っています。これからさらにゴスペルフェスティバルとしてこのイベントが地域に浸透し、より多くの人々に支援を呼びかけ、また宣教できる機会となればと思います。ラクト祭りはこれからも前進します。またこの働きが大いに用いられるようにお祈りくだされば感謝です。以上、京都府から藤林エリサがレポートしました。